中学校 2,3 年男子重量の部決勝戦、これも非常に見どころのある顔合わせとなりました。これも実力者同士の対決ですね。赤は小熊流星、11回大会小学校3年生から毎回優勝、勝てばこれが 6連覇ということになります。そして一方白は高安翔達、第9回大会小学校2年生から毎回優勝、勝てばこれは8連覇ということになります。6連覇と8連覇をかけた戦い、どちらからこの決勝戦で ね勝ち、そして敗れていくということになります。見どころ非常に見応えがあります。連覇をかけた宿命の対決、赤の奥間対白の高安。さあ今高安選手の方がどんどん、ま、前に 圧力をかけてますね。そうですね、奥間も上段蹴りで距離を取りましたが場外に押されました。奥間選手の蹴りをうまく突きで高安選手をこうしてますね。さあ奥間の蹴り、今のは入った。さあ高安は突きと蹴りでコンビネーションで前に出ていく。さあこの上段蹴り、今前蹴りが入りましたね。ちょっと浅かったですね。しかし奥間、赤の奥間のいい上段蹴りが出ました。さあしかしこの圧力ですね。そうですね、圧力非常に強いですね。高安選手、白の高安圧力。さあ突きを繰り出しながら場外へとコーナーへと追い込んでいきます。高安翔達、今日は相手の技を抑えて連覇を止めてやると試合前には言っていました高安。この初めての顔合わせとなります。赤が小熊流星、そして白が高安翔達。一斉に旗が上がりました。上がった旗の色は白。5対0で白の高安翔達が中学 2,3 年男子重量の部決勝を制しました。